ハリー杉山の介護を考える、生きるを支えるプロの仕事。こんにちは、ハリー杉山です。皆さんが介護と聞いてイメージすることは何でしょうか。優しさや思いやり、家事労働の延長、そんな風に思われがちですよね。でも本当は違うんだそうです。今日は科学的な視点を持って仕事をしているプロの介護を見せてもらいます。タレントのハリー杉山さんは20代の頃から父親の介護をしてきました。イギリス人の父はニューヨークタイムズの東京支局長を務めるなど、ジャーナリストとして活躍していました。そんな父がパーキンソン病と認知症に。在宅での介護が難しくなり、父親は今施設で暮らしています。ハリーさんは介護のプロの仕事によって救われたと実感しています。そんなハリーさんが高齢者介護の現場を訪ねます。人生の終盤を支えるプロの介護職、その仕事に迫ります。さあ、それでは早速本日のゲストをご紹介させていただきます。慶応大学大学院教授の堀田聡子先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生は大学で教鞭を取りながら現役ヘルパーでもありますと、さらに全国の施設今までいろんなところを見てこられたそうですけれども、学生時代に47都道府県をヒッチハイクで回りながら、以来各地医療介護福祉の現場の方々とご一緒に見せていただいたり、あるいはケアに関わる人たちの生きがいとか働きがいを高めるようなチームの在り方、いろんなプロジェクトをご一緒してきました。僕はだいたい25、6ぐらいから介護っていうテーマと触れ合うようになり、それは父親を通してなんですけども、ちょっとずつあれできてたことがもうできてなくなっちゃってるぞみたいなところを感じながら、でそこから認知症とパーキンソンと向き合うようになったんですけれども、こういったテーマをできるだけいろんな方に分かりやすく、そして深く伝えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。千葉県船橋市にあるサービス付き高齢者向け住宅、銀木製船橋夏美。入居者の皆さんが楽しんでいるのはなんと麻雀です。20代の介護職を打ち負かしている人は、最高齢の99歳です。はい、乾杯。はい、乾杯。さらにこちらはビールで乾杯。自宅にいるかのようにのびのびしています。ここで暮らすのはおよそ50人、多くは認知症や身体機能の低下で在宅での暮らしが難しくなった人たちです。銀木犀のベースは高齢者向けの賃貸住宅、24時間の見守りや食事などがついています。訪問介護事業所が併設されていて、20人の介護職が働いています。ここから入居者の部屋に訪問する形で必要な介護サービスを提供しています。お掃除参りました。中には元気を取り戻し要介護度が下がる入居者まで現れています。はいはい、どうも。今取ってくるから待って。こちらの高齢者住宅に入っていく方々が入居した後どんどん元気になってしまっているという噂を聞きました。その真相に迫りたいと思います。じゃあ、すごい賑やか。何やら入り口に大勢人がいます。こんにちは。出迎えてくれたのは
銀木星を運営するシルバーウッドの代表、下川原忠道さんです。下川原さんは建設業から介護業界に参入した異色の経歴の持ち主。軽くて丈夫な独自の工法を開発し、それを銀木星に生かしています。入り口入ってきたらものすごく賑やかなんですけど、何がどうなってるんですか？これはですね、何がどうなってるかというと、駄菓子屋さんがあって、はい、駄菓子屋さん、そうなんですよ。でその店番をうちの入居者さんが頑張ってさばいてる。この駄菓子屋がオープン以来名物となっています。これ10円20円実は入居者が店を切り盛り。あ、ここにもある。下にもっとあります。あ、そういうのにもっと多い。ごめんなさいね。子供たちが助けてくれます。どうもありがとう。近所の人たちもこんなに。こうした地域との交流が入居者のやる気を刺激しているのです。でも楽しいですよね。子どもの声聞くっていうことだけ元気にもらえますものね。本当なんかこういう機会があるとなんか生きがいを感じますね。じゃあいただきます。ありがとう。僕たちは手をつけます。入居者に活躍してもらう場は他にも。先生にお任せしましょう。小林美智子さん90歳。生け花の腕を生かし、今住宅内に彩りを添える担当になっています。嬉しい。そうね、私来てここ2年目だけど、全然慣れなかったの、ね、これ初めてやってから元気が出てきた。部屋にこもりがちだった小林さんに職員がお願いしたのがきっかけです。入居者の得意なことを引き出し、さりげなく役割を担ってもらうのも銀木星のケア。綺麗綺麗。いい色だね。ね。でこれがね、まさか90になるまで花やると思わなかった。高齢者の暮らしやすさを考え尽くし、下川原さんは建物にこだわったそうです。なんですけど、はい。そこであれですね、インテリアがいいですね。本当ちょっとおしゃれで洗練されたあの空間で、前回ヒノキの無垢のフローリング、そこのヒノキがすごいいいんですよ。やっぱヒノキって独特なぬくもりが感じられますよね。そうですね、はい、ね。施設ではなくて住宅なので、なるべくこう僕は狭く設計するんですよ。はい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 、はい、でそうすると車椅子同士が当たったりとか、はい、人同士もこうちょっとこう触れるぐらいの距離感なんですけど、はい、うん、僕はこの距離感が大事だと思っていて。なるほどなるほど。そこでコンタクトを取れるってことですもんね。そうです。その方がなんか入居者同士のコミュニケーションが円滑にいくし、職員とも話すようになるっていう。はい。だから介護施設でケアを受けているんじゃなくて、はい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 、ちょっと便利な賃貸住宅に暮らしている、そういう感覚の方が多いと思いますね。それではなぜ入居者が元気になっていくのか、介護の技術を見ていきます。散歩行ってきます。いらっしゃい。気をつけてね。はい。玄関は鍵がかかっておらず、出入り自由です。草島陽子さん83歳も日課の散歩に出かけます。まだね、行けない人もいるから、まあ行けるからそれだけでもまだ幸せかなと思いますよ。こういうところに落っこち、以前誤って道路脇の溝に落ち、近所の人の通報で職員が救出に向かったことがあります。それでも銀木星では家族の了解を得た上で入居者の行動を制限しません。
その意図を介護職の責任者三橋香織さんに聞きます。外にもちろん出ていくリスクってちょっとあると思うんです。それでもやっぱりお家に住んでたら好きなタイミングで出ていけるのって当たり前のことなので、ね、気使わずに過ごせるところがお家だと思うので。関口真一さん91歳、前にお膳を下げる際転倒したことがありました。しかし今は無事にできるようになっています。ここにもう一人いらして、三橋さんがよく見ると立った時のふらつきで隣の椅子につまずいていることが分かりました。そこで関口さんの行動を止めるのではなく椅子をどかすことで解決しました。考え方ちょっと変えればその人のできることを奪うことなく生活してもらうことはできるので、本人のできることを奪わない、そのために何をすべきかが常にケアの中心にあるのです。ビーチルさん、ビール飲みに行きませんか？あ、ビールはいいね。ビールはいいよね。ビール飲みに行かない？小畑みちるさんはこの日食欲がなくベッドを離れようとしませんでした。米は食べた方がいいよ、力になる。そこで三橋さんが思いついたのが大好きなビールで誘い出すこと。昼からビールを飲んでご機嫌です。飲まなかったらご飯も食べないし、まあでも一口でもご飯食べてもらえるならばと思って今お酒を出したんですけどマニュアルや常識にとらわれず、その人のためになるケアを考えます。こんにちは。そうしたケアを受け、劇的に回復した人がいます。広田康也さん、80歳。僕はね、ここにね、入ってくるまでね、2年間病院にいたの。はい。でここに来たのはね、車椅子で来たの。車椅子。それでしばらく自分でしたことしてたらね、この手押し車になって。はい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 。手押し車ってそのうちにね、手押し車って杖になって。おお。で杖もねなくなって今これ。見た感じもめちゃくちゃもう勢力がそうなぎってますよ。はい。この施設の何が具体的に。自分でできることは自分でする。はい。だからセルフサービスよ、うん、全部洗濯も自分でしてる。へー。でゴミ捨ても自分でしてる。はい。でそれはねしてもらった方が楽だけども、うん、楽なことはね年を取ると良くない。なるほど。適度に自立を促す仕掛けでピンピン動けるようになったのです。どうも。続いてハリーさんが訪ねたのは浦野静子さん、なんと最高齢の99歳です。ふちゃん、この状態から立ち上がるんですか？そうですね、普段のご自身で、生活されているので。強い、すごいね。トイレに行く時も自分の足で。そのため浦野さんの動線にうまく手すりを配置しています。本人のやれることを奪わない。その考えはここでも貫かれています。よく。はい、99歳。はい。すごいね。いいですね。元気ですよね。うん、バイタリティ感じるし。そうそうそう。
本人ができるって自信を持つことがやっぱり大事で、なるほど、であなた危険だからもうあのなんか、ね、トイレ行きたいんだったらこれ鳴らしてくれればいいからってやっちゃうと、ああもう私はできない人なのねと思っちゃうよね、はいはい、でもできるぜって、うん、で手すりくっつけからなんとか自分で頑張ろうっていうふうにうちの職員は言うわけですね、うん、そうするとよしやったろうかっていう、こう期待に応えようかっていう、そういう感じがなんかあるのかなっていう気がしますけどね、うん、お父さんお邪魔するよ。今職員たちが特に注意して見ている入居者がいます。慶三さん。中村慶三さん85歳です。いらない、今日は疲れちゃった。ここ最近転倒を繰り返していました。こっちさこうグーパーでできる、グーパーです。手の動きも鈍くなっています。でもちょっと震えてるもんね。こちらは中村さんの気分の落ち込みはひどく、食事も取らなくなりました。どうすれば中村さんに元気になってもらえるか職員たちで相談します、うん、そう、スプーンも、ね、持ってられなかった、ギュッてできないから結局持って握ってても隙間が空いてるから、うんうん、すると何かを作り始めたのは作業療法士の資格も持つ関さん。スプーンさっきあの持ちづらいって話があったのでスポンジで代用できないかなと思ってちょっと相談して作ってみてもいい早速中村さんの元へ。そうそうそう。スプーンを試してもらうと、持ててるね。ありがとうございます。じゃあこれ夕食の時使いましょう。はい、こちらこちらこちら。うん、よかった。あ、よかった。ね、お父さんの夕食が運ばれてきました。今日はスプーンをね改造してみました。はい。中村さんは自分でスプーンを持ち食べ始めます。どう？おいしい？おいしい？なんと完食しました。本人の意欲を高める介護の技術によって、その後中村さんの手足は少しずつ元のように動き始めました。自分で起き上がれるほど回復したのです。一斉の運からせ、はい、介護の人がいいからね、助かりますね。電車で私に合わせてなるべくやってくれるからね、あのちょっとした一つのアイディアっていうのがあそこまで人を変えるっていう力を持つっていうのは、これ本当素敵なことだと思うんですよね。そうなんですよね。あのスプーンで自分で食べられるんだっていうふうに思うと、であのそ食べるっていう動作を続けていくと、あの機能も回復してきて、うん、でそうするとあまた次いけるかもしれないっていうふうに思っていくっていう、そのいい循環に、うん、だから生活を整えることで体もこうできていくし気持ちも動いていくっていうことにつながってるなって思いますね、うん、できることをそのまま与え続ける、奪わない、それなりのリスクではあると思うんですよね。このさじ加減っていうところはどれほど大切なものなんですか、うん、こうリスクを最小限にしようってすると、まあ極端なこと言うとずっと寝ておいていただければ、うん、それは動かないでおいていただければ、ま、あの何もリスクはないわけですよね。でそばをずるずるこう召し上がってるのもありましたけど、うん、いやあのそばをすするとかこう大丈夫かしらって思ったらゼリーのようなものを召し上がっていただければいいかもしれない、うん、でもそれじゃあその人の喜びはどうなるんでしょうかってことなんですよね、うんうん、あの銀木星を歩きながら四方八方人の生きがいっていうものを見つけることができて、うん、これもあれも、うん、この人の人生の今にとってものすごく大切なものだなって、うん、であの生け花の小林さんだったと思うんですけども、ね、あの顔の表情の、あの変わり方、
なんか刺激があることって本当大切なんだなって僕感じてみて。そうですね、日常の今まで私たちが普段の暮らしの中でお家の中で感じてるような、うん、そういう刺激なんですよね。でそれも奪ってないってことなんだと思うんですよね。でお家の中で ちょっとご飯よそうの誰か人手がいないと思ったら、あじゃあよそってあげようかなっていうふうに思ったり、お家を快適にって思ったら、あお花を生けてみようかなっていうふうに思ったり、でそれがその職員の側が全て整えてあげるってことではなくて、私もここを居心地よくしたいなっていうような、そういう意味での刺激がとってもたくさんあるなとも思います。その話で言うと駄菓子屋どうでしたか？いやもう本当にあの活気はすごいことですよね。やっぱりお子たちの力って大きいですよね。偉大ですね。偉大ですね。で普通は介護施設ってできれば行きたくない、できれば入りたくない、できれば自分の家族も入っていただくのをどうしようかなというふうに考えるというような場合も少なからずあると思うんですけど、でもあの風景は行きたい場所なんですよね。うん、そうですよ。だって外見たらもう野球少年たちが走ってましたもん。その風景が本当なんかもうほっこりしましたね。うん、そうですね。さあ続いては特別養護老人ホームのケースです。より具体的に介護職の仕事を見ていきましょう。千葉県成田市にある特別養護老人ホーム森の家成田。利用者は100人、10人ごとにシェアハウスのように暮らすユニット制になっています。半数以上が要介護4以上、手厚いケアの必要な人たちです。介護をする職員の7割は20代から30代、若い世代が活躍しています。眠いですか？リーダーとしてユニットをまとめる職員も20代。ドラス今日天気がいいですよ、すごく。入職4年目の上野遥香さんです。野球やってます。野球、子供たちが見えます。上野さんたちはキッチンで毎食ご飯を炊き、一人一人の利用者に盛り付けて提供しています。同じミートローフでも普通の状態、刻んだもの、ペースト状のソフト食などがあります。それぞれ使う食器もその盛り付け方も異なります。例えばこちらはご飯の上におかずを乗せた形で提供します。右手足に麻痺があるため、この方が自分で食べやすいからです。これで大丈夫です。10人それぞれの食の進みやすさを見て提供の仕方を変えています。でもどうしてそんなことまで？もう家庭の雰囲気とか、もう本当食卓の匂いを味わってお家で生活しているっていう雰囲気作りになっているので。上野さんは作業をしながらも絶えず利用者に注意を払っています。この観察こそが介護の肝だというのです。上野さん、ある異変に気づきました。中川弥生さんがとても眠そうなのです。普段は朝からしっかり食べているのに、どうしたのでしょう？実は最近、病院に行って薬が追加されたばかり。眠気が強く出ていることが、上野さんには気がかりです。眠たいですか？結構ちょっと眠気が出たりとかするお薬もあるので、それで食事量が低下しちゃってっていうふうになってしまうと、
必要な栄養とか取れなくなってしまうので。上野さんはすぐさま看護師に報告しました。朝と夜にリスペリダン追加されてて、うんうん、どうした方がいいのか、うん、そうですね、画面ちょっとお願いします、ね、はい、お願いします。看護師から医師に相談することになりました。私たちが知らないことをいっぱい知ってるので日々のあいつもと違うなっていうこの感がすごい大事なんですよね。いつも当たってます徹底した観察をもとに一人一人に合わせる。しかしその判断の基準はどこにあるのでしょうか。この施設では定期的に介護の研修会を開催。森の家を運営する福祉楽団の理事長飯田大輔さんは介護に科学的な視点を取り入れています。それは近代看護を確立したナイチンゲールの看護論。実は介護の本質は看護学と共通する部分が多いのだといいます。空気の質や温度、清潔さといった生活を整えることで本人の回復を促すという考え方です。生活を整えるというのは具体的なことってじゃあ何かっていうと、新鮮な空気であり、太陽の光であり、暖かさであり、清潔さであり、静けさであり、であとは食事の内容、こういったことをちゃんと整えていく。これをじゃあどう整えていきますかって言った時に、生命力の消耗を最小にするように整えましょうっていうことになるわけですね。これは素人ではできない、昨日今日介護をやったっていう人では適切にはできないんです。プロだからできる。生命力の消耗を最小にするケア、それは一体どういうことなのか、ベテラン職員の菊池和也さんに聞きました。菊池さんはケアの間、利用者にだけ気を配っているのではありません。ちょっと下げましょうかね。場所によって結構日当たりが違うので、ちょっとこう行った時になんかあったかいなとか寒いなとかっていうのは常にそこでこう変化というか、なんか違和感を感じるようにしていた方がいいかなって思って。適切な温度や新鮮な空気を保つことを徹底しています。生活の場を快適にすることが生命力の消耗を最小にする第一歩。食後はテーブルの下を掃き掃除。実はここにも意味があると言います。なんか薬が起こってないかどうかを見てるんですよ。もし錠剤とかが起こってたら、まあ、大体この時間に落ちてればお昼かな、お昼の薬かなって見当がつくんですけど、毎回掃除やってなかったら朝昼晩どれの薬だろうみたいな、分からなくなってしまったりとかするので、一応終わったら見るようにはしてます。森の家にはこうした理論に基づいた介護を支える独自のシステムがあります。ケアコラボという医療で使う電子カルテの介護版ともいえるものです。グラフがあって、徐々に最近体重減ってきてますねとか、日で言って体重や食事量、水分量の変化などが全て入っており、データで利用者の状態を把握できるのです。担当の職員が日々の観察の中から情報を得ます。例えばこちらのケミシゲさん90歳、冷たい飲み物が苦手だといいます。情報は全職員に共有されているので、誰が担当しても同じことができます。あったかいの持ってきましたよ。水分をしっかりとってもらうことにつながっています。はい、
あ、終わっちゃいました。ごちそうさまでした。ね、早いですね。そして、ケアコラボのもう一つのメリットは、家族もその情報にアクセスできること。写真も動画も上げられるので、他の草もそのコメントとかできるんです。そこでまあ、ご家族さんが安心してますっていうコメントいただいたりとかあるので、それをなんか見ると自分たちもすごい安心できるなって思いますね。利用者の情報はチームみんなで共有し、ケアに生かしています。菊池さんはある利用者の排便のタイミングを調べていました。で、大体は朝食後に出てる記録がすごい多くて、なんかどこで出るってなると、この人のリズムは午前中、朝食後なのかなって思ったら、その時間に誘導するのが一番本人のリズムに合ってるのかなってちょっと思って。排便のデータをケアコラボで見ると、この2ヶ月では朝食後が一番多くなっていました。後半になっていくと出ていて、そこで朝食後に利用者をトイレへ誘導。皆さん、終わりました？はい。あ、出ましたね。いいのが出ました。じゃあ部屋で歯磨き。データを活用することで、利用者本人の生活リズムに合わせたケアが実践できるのです。はい、あれ、またじゃあ終わる頃に。あ、もしかしていいのかな。この施設にもハリーさんが向かいました。ハリー杉山と申します。理事長の飯田さんに案内してもらいます。最もこだわっているのが換気。利用者の部屋の窓には小窓がついていて、サッシを開けなくても換気できるのです。外の空気が入ってくるので、常に今吸った空気が体の中流れているので、まあ、この建物の中の空気をずっと新鮮にしておくってことはやっぱりケアの基本なので、だから多分建物入ってこられて、どっかなんかこう、なんですかね、お仏の匂いというか、そういうのが気になるところっていうのは多分なかったように思うんですけど、一回もない、はい、今日もその気配もないです。建物には外通路があって、スタッフの動線になっています。汚物が生活空間を通らずに運ばれるので、匂いがこもらないのです。いよいよ利用者とご対面。おはようございます。おはようございます。僕ハリーっていうんです。素敵な方ね。ハリーさん、早速利用者のハートを掴んでいます。失礼します。そして訪ねたのはケミシゲさん。シゲさん、めちゃくちゃ肌ツルツルですね。どう、シゲさんって今おいくつか聞いていい？私、28歳。28歳だよね。またまた。こんなに元気なケミさんですが、実は1年半ほど前にはターミナル、つまり終末期の状態だったそうです。急激に体重が低下、 BMI の数値14を下回り、危ない状態になっていました。それが現在は 15.6 に回復。これは何がきっかけだったと思います？きっかけは何なんだろうね。日々の声かけだったりですとか、あとはなるべくご本人様の状態に合わせて異常して微笑して。夜はパジャマ、起きたらきちんと服に着替え、身だしなみを整えます。さらに家族にこまめに面会に来てもらえるよう計らったり、ごめんなさい、すいませんでした。日に何度かリビングに出て、他の利用者との交流時間を増やすことで、食事量も徐々に増えました。そうな、少し混ぜましょうか。大丈夫ですか？ケミさんの生活を整える日々の小さな積み重ね、それが
生命力の回復につながったと考えられています。生命力の消耗を抑えるケアっていうのは一つモットーだと思うんですけども、それ具体的にどういったものなのか教えていただけますか。多分今見ていただいたのっていうのはすごくこう表面的なところで、うん、そのなんていうか施設の見学ではあるけど、その介護のこう視察というか介護の見学になってたかっていうと、うん、多分そうではないと思うんですよね。介護の本質っていうのがその介護職員の頭の中で常にあるものなので、まあ、パッと見たところなかなか分からないというのが実際のところっていう感じですかね、うん、はあ、元気な時はより元気に、うん、まあ、ちょっと弱ってる時にはそういった生命力の消耗を最初にするような、じゃあ今お風呂に入るのではなくて、じゃあシャワーだけにしとこうかなとか、じゃあ今はベッドの上でじゃあ体拭くだけにしといた方がいいのかなとか、まあ、そのやり方はいろいろあるわけですけど、なので何かしてあげるっていうのはあくまでもその本人の回復する力を助けていくっていうような、そういう仕事になります。まあ、いろんな重要なテーマが見えてきましたけども、観察というテーマもこれはケアをする側もされる側もこれ非常に大切なポイントですよね。そうですね、うん、介護というとどうしてもこうその人らしい生活をっていうような、そんな感じに語られることもあるかなっていうふうに思うんですけど、うん、人はこう一人一人異なるこう生活をする主体でもある前に、基本的なその人体の構造とか生理といったものは、うん、理解して、で先ほどの生命力の消耗を最小限にってことにつなげないといけないんですよね、うん、ケアコラボみたいなデジタルツールを使うっていうことはそもそも介護の質を上げることになるんじゃないですか。あ、本当にそれはその通りだと思います、うん、24時間365日の支援はたくさんの人たち、職員さんたちがやってらっしゃる、うん、ずっと同じ人がつきっきりっていうわけではない。でそうするとある方が発見したことというのが他の方にも共有される、みんながこう一定の根拠に基づいた支援でより良くしていくチャレンジにつなげられる。本当今回これ本当いいなと思ったのが、ちょっとそれこそ SNS みたいに同じデータベースでその利用者の方の大切に思ってる愛する人のああいった表彰をシェアできて、しかもコメント入れられるなんて、システムいいですね。いや本当にご家族と、ご本人、そしてご家族と職員さんもやり取りができるっていうことは、うん、お互いのその安心だったり、こう広くご家族も含めたこうチームを作ってるなっていうふうに思います、うん、もう一つその介護職のその本当に日頃ずっと一緒にいるからこその数字にも現れる前からのいつもと違うっていうところはとっても大事で、データを活用するところとその自分のこう本当にこう感性ですよね、うん、で数字に出てこないからきっとっていうことではなくて五感六感って感じていること、両方大きな力があるなと思っています、うん、はい。さあ続いては介護の仕事の中では人の死と向き合うこともあります。その終末期のケアについてご覧いただきます。2021年11月、おじいさん来たよ。藤沢杉雄さん91歳、ターミナル期に入っていると判断された利用者です。藤沢さん本人はもちろん、妻俊恵さんなど家族も延命治療をせず穏やかに最後を迎えることを望んでいます。力あるね、力出てきたじゃない、よくなるかもよね、また来るね。また来てくれよ、うん、また来てあげるね。おじいちゃんもうちにいた時より気持ちも安定してると思うんですよね。静かに優しい気持ちで見守れる家族としては、本当に、うん、ありがたいです、うん、この日は月に一度の体重測定。
体重どうですかね、藤沢さん。増えてますかね。50キロ。予想50。さすがギャンブラーは予想が得意ですね。実は事前にケアコラボの記録から藤沢さんが競馬好きであることを知っていて、菊池さんはあえて質問したのです。測ってみると41.6キロ。藤沢さん、もうちょっと減ってたみたいです。もうちょっと減ってたみたいですね。予想が外れました。何キロ。41.6キロです。どうです。この4ヶ月で13キロ減少しました。予想が外れちゃいましたね。ちょっとずつこう体重の変化を通して認識というか実感ができるようにしていくという意味でもちょっと予想をしてもらったんですけど、同じ数値を言うにしてもなんかそういったちょっと配慮があれば自分の中でこう受け入れていくことができるかもしれないし。菊池さんは和やかに藤沢さんに語りかけます。寝方を測り終えました。競馬はやっぱいっぱいありました。やった、うん、有馬記念も勝ったんですか。まあ藤沢さんから僕勝ったっていうあんま聞いたことないんですけど別のレースで、うん、勝ってた。あ、看護師や管理栄養士など多職種での会議、チーム一丸となって藤沢さんにとっての最善のケアを考えます。なんかもともとお風呂も結構好きな人ではあったし、シャワーか正式かどっちがいいかっていうのを聞いたんですけど、その時にはっきりシャワーってそうおっしゃってたので。さらにケアすべき対象は家族にも及びます。奥さんもなんか気落ちしないような声かけというか、なんかケアをしていきたいなとは思ってはいます。亡くなってからこう来て、あ、亡くなっちゃったんだねって思うよりは、どんどん呼吸が弱まってって最後呼吸止まるのを自分の目で見て自分が最後まあ見取るっていうこともすごい大事なことだし、最後見取りっていうところはできたらこうさせてあげたいなって思う。米沢さん、うん、車椅子移りますよ。まずは山田さんが藤沢さんのシャワーを浴びたいという希望を叶えることに。あの急変する可能性もあるので、まずは体調が大丈夫かっていうのをちゃんと確認しながら、プラスでその皮膚状態に何か変化がないかとかを確認しながら洗ったりします。体力が奪われるため血圧など状態を見ていけると判断しました。体を冷やさないよう手早く洗います。本人の希望とその時の状態を介護職が見極め可能にしたのです。藤沢さん、お風呂どうでした。よかった。あ、よかった。 ありがとうございます。よかったとおっしゃってましたね。3日後の夜、8度6分上がっちゃってます、うん、急激に熱が上がりました。さらにちょっと手がむくんできてる。これまでになかった手のむくみが見られます。あ、やばいね、むくんでる。藤沢さんのメイン担当者、米本さんです。今ナースには今点滴をしているじゃないですか。それが多分まだ吸収でされてないされてなくて膨れてきてるので、うん、まあ、ちょっと今
そろそろ体が水分いらないよって言ってるのかなっていうところ。でも点滴が入らなくなるっていうことは最後が近づいているっていうことにもなる。藤沢さんに残された時間は限られているようです。藤沢さんと家族のために何ができるのか、あるアイデアが出てきました。今週の日曜にジャパンカップがあるのね、はい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 、なんか競馬の、でそれの馬券を買うかみたいな、本人に聞いて、なんか競馬見たい、ちゃんと券買って応援したいって言うんだったら全然買ってくるし、競馬好きの藤沢さんに週末にある大きなレースを楽しんでもらうというのです。藤沢さん、なんかもし藤沢さんが欲しければ馬券買ってきてくれるんですって。どうします？買ってきてもらう。わかりました。じゃあちょっと馬とか選んでみましょうか。今度早速家族に連絡します。ご本人も結構乗り気になってくださっていたので、まあ、ぜひとも叶えていきたいなっていうことなので、うん、あ、いえいえとんでもないです。ぜひやっていければと思いました。そうですよね。はい家族ではないけど、なんか別の意味で深くつながりがある方なので、別の絆じゃないですけど大切にすごく思えるのでそして2日後、息子夫婦に娘夫婦と孫が総出でやってきました。米本さんたちの提案で一緒に競馬を観戦することにしたのです。え、おじいちゃん馬券持ってきたよ。あ、目開けてごらん。藤沢さんが事前に選んだ馬は6番。人気は低めですが、勝負師藤沢さんここにかけました。職員たちも様子を伺いに。残された時間を共に過ごしてもらうことで、家族に藤沢さんの死をゆっくり受け入れてもらいたいと考えているのです。おじいちゃん始まったよ。ほら、走ってたよ。おじいちゃん、後ろから。いいとこで。真ん中にちょっと前。家族の声を藤沢さんは静かに聞いています。一着は一番人気の馬。残念ながら藤沢さんのかけた馬は5着でした。6番は5着だって。勝ったって言っときなさいよ。6番は勝ったよ。お小遣いちょうだい。ありがとうございます。ありがとう、おじいちゃん。翌朝、藤沢さんは家族に囲まれて静かに息を引き取りました。最後に立ち会ったのは米本さんでした。どうも、今朝ありがとうございました。苦しまないで行ったみたいだから。そうですよかったです。いろいろお世話になりましたね。藤沢さん、ありがとうございました。おじいちゃん、よかったね。綺麗な人にやってもらってねありがとうございました。介護に携わる職員にとって看取りとはどんな意味があるのでしょう。もちろん怖いとかっていうのはあると思うんですけども、その最後に立ち会うとか、その最後に家族を立ち会ってもらうサポートをするっていうことは、
他の仕事でできないっていうことはこの仕事誇りかなと思うので、ここで亡くなることがまあ、うん、みんな迎えたい、これ亡くなりたいって思ってもらえる場が作れていくと自分たちとしてはすごい嬉しいんじゃないかなとは思います。本人も家族も満足できる最後を、一人一人に向き合い考え尽くすプロフェッショナルの仕事がそこにありました。はい、藤沢さん、そしてご家族の皆様、施設の皆様、貴重な取材をね本当にありがとうございます。理想な最後っていうのは人それぞれあると思うんですけれども、なんかこう僕が言うのもおかしいかもしれませんけれども、もう本当限りなく美しく、そしてご家族の皆様、ご本人様、そして施設の側のスタッフの職員の皆様にとっても一番理想だったんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、あのようなあの人生の最後ということが迎えられるために本当にさまざまなあの視点で の、うん、あの支援が行われているなというふうに思いました。あの一つはあの全ての人たちに共通するこう生き物、あの生命体として の、うん、あの今どんな状況にあるのかということを、体重だったりあるいは皮膚の状態だったり、うん、体温だったりむくみだったりということで観察をして、で適切な時に適切なことをやっていく、うん、で一方でケーブ好きっていうところにあの焦点を当てて、まあ、どうやってご自分もそしてご家族もこういい人生だったなというふうに思っていけるかというようなあの環境や場を作ったり、うん、でその前のところでもあの菊池さんの働きかけでこうあの競馬 の、 あの予想のようなものに、はい、あのかけて体重どれぐらいと思うっていう、であの投げかけもご自身があそろそろかなということをあのご自分でも気づいてあの行かれるということをこうそっと後押しされるっていうような、うご本人だけではなくてご家族たちから見てもこうお互いがあのよくやったなっていうふうに思えると、でそんな視点があったからこそということかなと思いました。あの介護福祉士 の、 あの皆様はプロなんですよね、究極のプロなんですよ。僕も在宅介護を経験してプロじゃないからこそできないこととかつまずいたこと、父親の信頼を失ったり父親と、まあ、話したくもないようなことが訪れてしまったこととかも、それも介護のプロの方の言葉があったら全然、まあ、変わりました。実際施設にお世話になるようになって、なんかまずはその社会的地位というか、うん、社会的イメージが変わって、いやかっこいいヒーローたちなんだよっていうことが、ね、浸透すればするほど、うん、我々日本人にとっての未来っていうのが見えてくるんじゃないかなって思ってます。本日は貴重なお時間もありがとうございました。ありがとうございました。